15世紀末から16世紀末にかけての約150年間を戦国時代と呼びます。戦国時代、群雄割拠の時代、多くの有力武将が激しい戦いを繰り広げました。16世紀半ば頃から、ある勢力が南蛮文化とともに、日本で急速に力をつけていきます。それがキリスト教でした。キリスト教の宣教師たちは、日本の様々な情報を書き残しており、それが今でも日本の歴史の重要な資料となるほどです。今回ご紹介するのは、宣教師ルイス・フロイス・ニボロカスに批判された戦国大名を語り合うスレをご紹介します。なお、このスレ内容はスレ人たちの見解であり、マラクの意見があることもご了承くださいね。チャンネル登録がまだの方は、今のうちに登録しておいてくださいね。また、動画について何かあればコメントもよろしくお願いします。それでは、早速見ていきましょう。キリシタン教会の最も激しい敵であり、甚だ暴落な君主。宣教師からボロカスに人格を批判された戦国大名五選、豊臣秀吉もフロイスからボロカスに批判された一人である。戦国大名の人格を知る上で、貴重な資料とされるのがポルトガルの宣教師フロイスの日本史である。フロイスは多くの大名と接して、その人格を評価した。しかし、その評価基準は明確に偏っており、キリスト教を信仰している、あるいは理解を示す戦国大名を高く評価した。逆に、信仰するどころか弾圧するような戦国大名については、ボロカスのケチョンケチョンにその人格を批判した。そのような偏りがあるものの、非常にユニークでもあるので、私的に5人を選び出してみた。雄三寺高信1529年から84年。雄三寺高信は非全国の戦国大名として知られているが、キリスト教の布教には否定的だったという。それゆえ、フロイスの評価も芳しくなかった。キリシタン教会の最も激しい敵であり、甚だ暴落な君主との言葉は、フロイスが高信を打轄のごとく嫌っていた少佐となろう。高信はあまりの巨漢だったため、フロイスは高信が6人担ぎのカゴに乗っていたと記す。そういう時に残る雄三寺高信像は、高信の肥満ぶりを後世に伝えている。フロイスの感想は、あながち否定できないのかもしれない。武田信玄1521年から73年、武田信玄は甲斐の戦国大名として知られ、フロイスが言うには彼が最も煩わされ、常に恐れていた敵の一人だったという。戦争においてはユグルタに足る人と評価されていた。とは言いながらも、信玄は出家していたにもかかわらず、毎日仏像を拝むが、信仰の願いは他国を支配することが日常だったという。また、信玄は家臣から畏怖されたものの、わずかの失敗でも容赦なく殺す恐るべき人物とフロイスは記す。いずれにしても、信玄はバリバリの仏教徒だったので、フロイスは嫌いだったようだ。織田信長、1534年から82年、フロイスの信長に対する評価は、愛憎半ばである。極めて稀に見る優秀な人物、大いなる賢明さをもって天下を統治した者という言葉は、キリスト教の布教を許可した信長への最大の賛辞である。一方、信長は禅宗、法華宗を信仰しており、それがフロイスにとって我慢ならなかった。フロイスが信長が神になろうとしたこと、本能寺の変後に信長の死体が見つからなかったことを批判して書いているのは、天罰が当たったとでも言いたげである。信長の人物像についても自分以外の全てのものを見下しており上から物を話す。家臣の進言などはほぼ聞き入れず、それでいて決断力に優れ、多くの者が絶対君主かのように彼を恐れ従っている。と、フロイスは独裁者ぶりを強調する。信長はキリスト教への良き理解者だったが、十分な支援が得られなかったので、フロイスは許せなかったのだろう。明智光秀、1582年。光秀といえば、レンガや茶道に優れていたので、あたかも教養人のように思われている。しかし、フロイスの評価は、その才智、信用、狡猾さにより信長の寵愛を受けた。裏切りや密会を好む、刑を科するに残酷、独裁的でもあったなどと評価が芳しくない。フロイスは本能寺の変直前において、信長が光秀を足蹴にしたとの記述を残す。しかし、その内容をつぶさに読んでみると、密室で行われたこと、秘密だったと書かれており、世情の噂を単に書き留めたに過ぎない。豊臣秀吉、1537年から98年、秀吉は天正15年にバテレン追放令を発布し、宣教師を日本から追放しようとしたのだから、その評価が低いどころか、ボロカスなのは致し方ない。秀吉については優秀な武将で戦闘に熟練していたが、気品に欠けていた。極度に陰頭で、悪徳に汚れ、重欲に端的していた、抜け目な奇策略家であった。
彼は本心を明かさず、偽ることが巧みで、悪知恵に長け、人を欺くことに長じているのを自慢としていた。など、何一つ良いことが書かれていない。おまけに、秀吉はわざわざ遠方から招き寄せた兄弟姉妹を惨殺した。この秀吉の兄弟姉妹とは、母おまんどころが別の男と結ばれて誕生した子供だった。このことを記すのは日本史だけであるが、秀吉に対する執拗なまでに悪馬を放っているのは、悪意すら感じるほどだ。愛国者列伝じゃん。これソースになんのか？全部イエズス会が日本を侵略する際に邪魔になりそうな武将ばっかりやないか。征服者の先兵が言いたい放題だな。武田信玄は違うな、わずかな失敗でも殺すのはキリシタンの方。秀吉に関しては戦国を生き抜く上では必要不可欠なものばかりじゃねえか、どんだけ偉そうに語ってんだよ。戦国を生き抜く必要な能力ばかり並べて批判しても秀吉にとっては褒め言葉にしかなってないよ。秘伝の熊だけ他の4人に比べて格落ち感ある。言うてこいつもすごいんだけど、キリシタンの根城の九州にあって雄三寺高信は大したもんだな。あと明智光秀って娘のガラシャはキリシタンだろうが、大友キリシタンに領内の不況を許し交易する。島津大友領に攻め入り連れ帰った大友領民を雄三寺領の南蛮商人に売る。雄三寺領内からキリシタン南蛮商人を締め出す。雄三寺っていいやつだったんだな。ルイス・フロイスに、こいつとその部下どもは山賊や海賊と変わらないと言われた戦国秀久は？戦国秀久もボロクソに言われてたな。だがフロイスの記述ってキリスト教徒に融和的かどうかで変わるから資料としては微妙よね。戦国武将を暴落とか言ってるけど、イエズス会だってカトリックの中じゃ急進過激派集団みたいなもんでは。逆に言えば、キリスト教徒を足がかりにして、日本を支配しようとしていたことを自白しているじゃん。日本人を奴隷にして国外に売ってたくせに何言ってんだよ。日本から遠いアルゼンチンで当時、奴隷だった日本人の裁判記録残ってんだぞボケ。あいつら不況、現地信者使って侵略を全世界で繰り返してきたからな。そりゃまともな大名は警戒するし嫌うだろ。日本的には正解だったってことだろう。侵略者から褒められるだけならその方が問題だわ。日本女性を誘拐して奴隷としてスペインに輸出なんかしてた団体だろ。こいつらは奴隷商人だと見抜いた警官5人だろ。日本人の奴隷化を食い止めた豊臣秀吉の大英断海外連行された被害者はざっと5万人に上る。当初は織田信長の政策を継承し、日本でのキリスト教布教を容認していた豊臣秀吉。だが、後に、バテレン追放令によって布教を禁ずるようになる。秀吉がキリスト教の布教を防ごうとした背景には、ポルトガル人による奴隷貿易があった。外国人宣教師にとって都合が良い日本人は、日本侵略の先兵である彼らにとって都合良い日本人だ。豊臣秀吉は外国人宣教師を侵略の先兵と看破していたから、彼らにとって都合が悪い相手を悪く言うのは当然だろうな。秀吉は英雄だろ、奴隷化を食い止めた。九州がスペイン領にならなかったのは秀吉のおかげ。その通り、外国に評判がいいなんてろくなやつじゃないよ。あの頃キリスト教を受け入れてたら日本はフィリピンみたいな国家になっていたかもしれない。仏教徒の対もバテレンに騙されないで植民地化されなかったな。あまり情報が入ってこない時代に先兵の見抜いてたのがすごいな。現代には外資系企業から日本人を守ってくれる人いないのかな？この手のスレ見てると反キリスト思想というのは本当にあるというのがわかるな。陰謀論ものの本の中だけかと思ってた。当時のカトリックは悪の権化と言ってもいいくらいのことをやってるからな。反キリストというより、宗教勢力の危険性やろ？日蓮的には法なんか知らんが、宗教原理主義の危うさってもんを、13世紀頃に政治権力側が認識している日本国の面白さはもう少し教科書で語られてもよい。政教分離が徹底してる日本の義務教育では、宗教はタブー視されてるわ。いや、宗教は人類にとって切っても切り離せないものよ。評価が高い方も書いて欲しかった。キリシタンなのに絶賛されてた小早川隆景。武田信玄と織田信長はイメージそのままなんだな。秀吉は宣教師どもが裏で何を考えてるか調べるためにマニラにまでスパイ送ってたからな。そりゃ一番嫌われるわな。かなりバイアスのある評価とは言われてる。でも貴重な一時資料でもある。この日記しか資料がなかったりする。日本には公爵垂れの坊主がいたやろ。宣教師はこの坊主を言い任せるどころか負けてしまったのは痛い。文字読めない農民に言い任されてますが。まあ宣教師が奴隷貿易してたのは確かなんだけど、売り飛ばしてたのはむしろ日本の領主側だったらしいけど。
そもそも国内戦争が起こるたびに相手の領民を奴隷にして売買するってのが戦国の習いで、売ったのもそういう日本人だったんだけどな。ほとんどの戦国大名が最初はそれなりに好意的だったんじゃね。奴隷貿易の片棒を担いでるってバレたから追い出したんであって。奴隷概念は日本全国あったし、海外に売り払ってたのはほぼ長崎だけだし、奴隷貿易を問題視したのは秀吉ぐらい。実際、長崎は一時期イエズス会の領地のようになっていたこともあったとかなかったとか、むしろ、自社仏閣を壊しまくったこととかが問題。大村とか有馬とか高山まで来ると自分たちで先祖の墓や菩提寺を壊しまくったけどね。平戸の松浦が10年でキリスト教を追い出したのも、既存宗教との圧力が問題だったよね。布教を許可したら九州の寺院を破壊したり、火薬一損と若い日本人女性50人とを交換して、ヨーロッパへ性奴隷として拉致したり、九州の松浦は宣教師から借金をして、その担保に事業をローマ法王へ差し出した。大馬鹿たれ大名は国土を海外に売り払う。人を精神的に救うのが宗教だろ。キリシタンのやったことは侵略と略奪だった。ローマ法王の命令で始まった11世紀頃の十字軍遠征から何も変わらない。聖戦を叫びながらイスラム教徒を惨殺し略奪しまくって味を占めた。アフリカ、南米、北米、オセアニアやアジアでキリシタンがやった虐殺や侵略は永久に許されるものではない。今も、それがやめられないバイキングの子孫たちが、キリスト教を利用して世界中を侵略し続けている。松浦が領地を売った？大村と有馬じゃなくて？本当に松浦ならどこを売ったか教えてほしい。いつのことかも。早々に南蛮貿易で儲けて宣教師追い出しちゃった松浦がそんなことしてたなんて知らなんだ。キリシタン大名として有名な黒田官兵衛義隆の洗礼名はドン・シメオン。テストに出るから覚えとけよ。実際に20年くらい前の大学入試に出たからな。秀吉の命令で仏教に戻ったんじゃなかったっけ。黒田官兵衛がいたから秀吉も完全なキリスト教近況までは至らなかったのもあるだろう。まあ徳川時代になったら息子の黒田長政はクリスチャンじゃなくなったけど、いかがでしたでしょうか。なかなかハードなスレでしたね。あなたはどう思われましたか。スレ内ではひどい言われようでしたが、ルイス・フロイスは日本の国民に対して好意的なことを多く書き残しており、キリスト教への迫害や衰退を体験しつつも日本から去ることはなく日本で亡くなった親日家であったとも言われていることを付け加えさせていただきます。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。励みになりますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。